はようございます。どうも、ドラヘイです。皆さん、いかがお過ごしですか？僕の方はね、まあ、ラスト一日、穏やかな一日を過ごしたいと思っております。明日はね、まあ、ちょっと出向く先がありまして、ちょっと緊張した一日になっております。まあ、午後からなんでね、ちょっと午前中はゆっくりしたいんですけど、まあ、一日中久しぶりに着るスーツっていうか、スラックス、仕事着を着なければいけないので、ちょっと一日なんやかんやでなんか、過緊張な一日を過ごすと思っております。まあ、その次の日の金曜日はゆっくり過ごしまして、まあ、来週の月曜日からの試し勤務に向けて頑張っていきたいと思っております。まあね、うまくいかないこととかいっぱいあったんですけど、なんか完璧を求めすぎないようにしようかなっていうのは一つ思っておりまして、なんか上手にしなければならないとか、この年だからこれができて当たり前だとかってんじゃなくて、あ、もう別にいいやって、思えるようにまず思うっていうような自動思考を続けていけたらいいなと思っております。それでは皆さん、ごきげんよう。さようなら。